スタート。うわー嫌なところで、うわーおい。はい、ということでさあ始めました VWX、 どうもかけむです。よろしくお願いします。最初にさあエクトリティーム、スタート。さあということでね、すごい取り乱してしまいましたけども、さあ本日もマリオカートやっていきたいと思います。さあこのチャンネルは私、夢を追い続ける男家計門が様々なゲームに挑戦するチャンネルでございます。チャンネル登録しない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。さあというのも、まあ、本日撮影するのはまあね、この動画がまあ最後ということでね、まあここからしばらくね、まあ撮影期間ちょっと空くんですよ。ちょっとね、自分自身がちょっとだけ忙しいので、まあその間にちょっと取りだめておこうということでね、まあ頑張っていこうと思います。さあということでね、頑張っていきたい。そっけ。さあね、今日もね、いろいろ取れたか、結構取れたんで、まあ本当に嬉しい限りなんですけれども、さあという嬉しい限りなんですけども、まあもちろんね、やっぱりね、このままで終わりたくはね、やっぱないのでね、やっぱいいのがね、大いに越したことはありませんから、じゃあそこをね、まあどんどん増やしていきましょうよということでございまして、さらに日頃の練習を怠らずにね、頑張っていきましょう。さあということでね、今ね結構やばいから、これがね結構ね嫌なところに来てるのよ。危ない、よし、危ない。はい、これで、まあ、1位になります。 OK。 さあ OK、 OK。 さあ大丈夫ぜ。うわー、まあ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 、いけるでしょ。うわーい、止まりきれず。そっけ、最強。オッケー、いけるか。あ、これいけんね。うわー惜しい、に惜しいね。よし、草津が8500に戻したよ。はい、ということで第2レース AG クルーザースタート。さあということで、まずねアイテム回収していきたい。さあということで、ね、頑張っていこうね。はい、ということでまず頑張っていこう。さあまず当ててね。さあオッケー、バイ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 。よし、さあね、惜しいところまで来てるから、さあそこをね生かしていきたい。さあキノコね。さあここはまだ使わなくていいでしょう。そっけ。そっけ。さあさあ、オッケー。さあ今ね2位だよ。1位。オッケー、うわーい、油断したところに来た。うわーやばいやばい。うわー、さっき1位だったでしょう。こんな早いの、早っ。はい、もうここはね、もうはい使っていくよ。よし、オッケー。さあオッケー、
回。うわー、またここで、うわー、ちょっと待って、またここで、うわ、10位だよ。入ってくれ、対戦レッスン、ヨッシーバルースタートー。さあ、ということで、本日のプレイヤーネームを発表します。本日のプレイヤーネームは、鶴島ノア、VC、ベイリーキュート。ということで、鶴島ノアさんっていうね、人なんですけど、その人を初めて知ったのは、村井の恋というドラマと、恋に無駄口というね、二つのドラマで初めて知ったんですけども、で、まあ、で、じゃあ、まあ、ここで、まあ、ちょっとカミングアウトさせていきますと、まあ、鶴島ノアさんで一番好きな演技は、やっぱあれなんですよ、恋に無駄口なんですね。じゃあ、まず、村井の恋からの話させていただきます。村井の恋は、まあ、個人的にやっぱ、まあ、最初は本当に宮瀬さんとか、まあ、リコさんっていう、まあ、まあ、二人のことを、まあ、まあ、最初に事前に知っていて、もう高橋ひかるさんとかも事前に知ってて、で本当に面白そうだなと思って見てたんですけども、でそこで、リコさんの双子の姉か妹かどっちか忘れたんですけど、まあそっちの役で、まあ結構可愛いなと思ってました。で恋に無駄口の方では個人的にやっぱ好きだったので、恋に無駄口はやっぱりあの生徒会長の役だったんですけど、なんかツンデレなんですけど、なんか中に可愛いところがあってっていうところが本当にすごい素敵だなと思いました。なんか2024年今年のなんかどこかでなんか東京 MX が作っているドラマに出るっていう話を聞いたことがあるんで、まあちょっと事実かどうかはちょっとわからないんですけども、もし出るんだったらぜひね応援しますし、まあ他の系列だったりしても全然見たいと思います。さあ、頑張っていきたい。さあ、ちょっとね、今6位です。きついです。さあ、行くしかないよ。そっけ。さあ、行くよ。よし。オッケー。さあ、うわー、2回しか投げてないのに。6位。入ってくれ、第4レッサー、ココナッツボールスタート。さあ、というわけで頑張っていきたい。さあ、ということでまずね、ちょっと悔しい思いしましたから、まあ頑張っていこうね。さあ、ということで頑張っていこうね。うわー、嫌なところで、うわー、おい、多くないかい。さあ、行こうぜという感じで、ちょっとね気分が乗らない形でこうなってしまいましたけど、でも大丈夫。そっけ。さあ、行こう。オッケー。さあ、オッケー。さあ、ここでいいアイテムが来てほしいな。よし、来た。さあ、行くよ。オッケー。さあ、サンダー振って、カモン。いけるよ。
うわあ、ここアイテム取れなかったのきついね。さあ行けるよ。でも大丈夫。11。はい、ということで第5レースはカラクラ砂漠セットー。さあということで、まあラスト、まあ今日取るラストのレース、絶対ねもう1位取りたいよね。まあ1位じゃなくて、まあちょっとねいい順位は取りたい。さあ頑張っていこう。まあさあという頑張っていこうね。さあ OK、 さあ行こう。さあ頑張ってくしゃい。さあいけるよ。よし OK。 うわーやばいやばいやばい、やっちまった。よし、さあでも大丈夫よ。さあ落ち着いて落ち着いて、まず落ち着こうぜ。さあ OK 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 OK。 さあ今8位だから大丈夫大丈夫。うわあ。いく。さあ行くしかないからな。さあ一個ずつ当ててこうね。はい当ててこうね。はいどんどん行こう。うわあ、まあ一人、まあいいや、いいしょ。よしかい。さあ OK。今5位。はいはいはい、リカバリーリカバリー、はいリカバリー。うわーちまって、おーなんか変なことなってる。5位。すげー、最後の最後で変なことばっかり送ってんじゃん。